ちは、ミュでーす。はい、って感じで今日はですね、バイト行く前のゲットレディウィズミーを撮っていきたいと思います。え?みたいな、もう、どういうこと?どういうこと?みたいな。カブタミューバイトしてんの?みたいな感じで、驚いてくださった方も多いかと思うんですけど、でもまあ結構ね、ミューのこと昔から見てくださってる方やったら、あ、ミューちゃん、やっぱりまだバイト続けてたんや、嬉しいって思ってくれてる方ももしかしたらいるかもしれないんだけど、ミュー、ほんま担当直入に言わせていただくと、担当直入、ちょっと待って、初見で見てくださってる方やったら、まあ、じらして、ちょっと考えていただこうか、カブタミュー何のバイトしてると思います。シンプル何のバイトの前に、カブタミューバイトしてんのやっていう、初めにそこの驚きが来ると思うけど、しかももう、高校1年生から続けてるバイトなので、高1、高2、高3、卒業して、4年経つんかな ?1、2、3、4年目ぐらいやから多分7年続けてるバイトで、7年も何のバイト続けてんのって感じや。それだけはそう。もうミューもちょっとね、驚きというか、7年もすごいな、みたいな。なんかいい意味で、そんなに7年も続いてると自分の中でも思ってなくて、結構自分の中では、ほんまにおもろいねんけど、はい、早速じゃあ、ミューの、じゃあ、してるバイトを言わせていただくと、シンプル冷静考えたら、この感じで、この感じやったら、こういうお仕事とかもしてたら、シンプル王道にアパレル店員さんとか、想像つく範囲やと、居酒屋店員さんみたいな感じで、思ってくださる方も多いかなと思うんですけど、カブタミューちゃんなんと工場でバイトしておりまして、あらすごい、あれ工場みたいな感じやんか。そうなんです、ほんまにもうずっと高校生の時から行ってるバイトしとって、ほんで今日はそうバイト行く前のゲットレディウィズミー撮ってきたくて、でみゆほんまに最近ありがたいことに、本業というですか、カブタミューの方の活動が、はい、ありがたいことにちょっと鼻の周り乾燥して鼻かめくれてんねんけど。そう。だから、川端美優の活動がほんまにありがたいことにお忙しくやらせていただいてるので、ほんま2週間ぐらいここ最近行けてなかったんです。だから、ほんまに2週間も空いちゃうと美優、バイトがもう、楽しみになってくるね。どういうことって感じや。やっぱさ、みんな的にさ、やっぱバイトってなるとさ、バイトだけじゃなくてもさ、お仕事とかだったらさ、ちょっと憂鬱な気持ちとかになりますやんか。けど、ミュー、ほんまに最近バイト行くのがすっごい楽しくて。でも、それは、ミュー週に2回しかバイト行けてないやん。そう。今週に2回の、ほんで、仕事とか、撮影とかで、和歌山におらんかったらさ、和歌山のバイト、工場のバイトやから、和歌山におらんかったら、バイトに行きやんわけやんか。週に2回の2週間空いたりするから、あんまりほんまにバイトは行けてないんけど、ちょっと早速メイクしていくんですけど、ほんでメイクはどんな顔で行ってんのって気になるやん。それはメイクしてから、楽しんで見ててください。ミユはいつでもどこでも川端ミユスタイルで座ってとこだけは行っときたい。ほんでお金の話でちょっと申し訳ないって感じだけど、そんなにさ、わかる?和歌山の田舎の工場バイトやし、言い方悪くはないけど、なんていうの、リアルな話、ほんまにそんなになんか、時給とかを見る、あんまちゃんと覚えてないけど、ほんまにそんなめっちゃいいってわけでもないと思うねんな。やけど、なんでミユしてんのって感じ、なんでバイトしてんのって感じやし、ほんまの話で言ったら、もうミユが本気でってか、別に本気、ちょ、言い方悪いけど、ほんま、ミユがこういう活動させてもらってて、1ヶ月で、これはちょっとリアルな話やが、やめとくけど、なるんだ。そんなにバイト、そんなにない、わかる?そんなにやのに、別にそんなお金稼ぐ、稼がしてもらってんねんけど、バイトやから。けど、なんていうの?なのに、うまいことニュアンスで濁してんだけど、なのになんでバイト行くんっていう、うまいこと伝わってほしいんだけど、川端美優で活動して、そっちでいろいろやった方が、もちろん、いっぱい、ねえ、あれやのね。なんでわざわざって感じやんか。そういう話を、いろいろやっていけたら嬉しいな、みたいな感じのとこだって。で、美優、工場って言っても、ほんま、今日ね、ほんまちゃんと、この後バイトやから、ほんま時間ないね。あと1時間でメイク終わらさなあかんねんけど、工場って言っても、何の工場か気になるやん。マジで、荷物運んでんのよ。荷物ってか、牛乳ってかそういうの運んどって、もうこれね、毎回 YouTube でバイト行く前、でも1年前ぐらい載せたから、新規で見てくださってる方も多いから、ちょっと自慢したいんやけど、これほんまに、ミユの腕の筋肉やばくて、右と左。もうこれほんま男の方も驚き。男の方とかに、ほんま一回触ってください、つって。ミユの筋肉やばいんです、つって。そう。で、すっごいみたいな。そんなすごいバイトな、みたいな。そんな力使う、みたいな。そうなん、めっちゃ筋肉やばくて。でも最近ほんまにそれこそ2週間来てないから腕の筋肉だいぶ取れてると思うけど。でもほんまにミユ普通に2年前とか去年ぐらいまで普通に全然バイトもしっかり行っとったから、肩幅とかも今、でも今もだいぶやばいけど、元から怒り型っていうか結構肩幅しっかりしてるタイプの人間で。だからバイトとかもすごい牛乳とかいろんなもの運ぶから、ほんま肩幅がやばいねん。だからミユバイト行ってて嫌な点はほんまに一つもないねんけど、唯一何って言われたら、ミユ一応カブタミユ
モデルもしてるから筋肉面、あの筋肉が牛乳とかすごい持つからもうすごくて、まあ7年もそこでバイトしてるからすごい筋肉でありまして、なんでシンプルバイト今もう辞めずやってるかというと、もうほんま全然ありがたいことにもう辞めても全然まあまあまあみたいな感じのとこであんねんけど、なんで続けてるかと言いますと、まあなんて言うんだ、結構楽しいっていうところが一つポイントでありまして、まあ、楽しいのと、ミユって結構繊細なんです。繊細な人間で、おいおい気づいて、あ、そうだから言わして、そう思い出した、ちょ言わしてミユ、昔のその YouTube 始めた時、その4年前3年前ぐらいの時は YouTube 10万人いったらバイト絶対やめようって思ってたよ。もうやめたかったんよ、その時はもちろん。けどこの 2,3 年で気づいたことがあって、そのなんて言うんだ、これはね、まあミユの場合やったんやけど、やっぱりこういう活動とかって もちろん楽しいし、ミユが夢があってやらしてもらってる活動なんやけど、川端ミユの方ね、あの川端ミユとしてあの活動させてもらってる方でも、それってなんていう言葉で表したらいいか分からへんねんけど、しんどくなる時ってやっぱ、まあ別にこういう活動じゃなくても日常生きてさ、まあこの最近の世界しんどくなることが多いじゃないですか。やっぱりミユがその YouTube だけしとるとなんかやっぱりちょっと危ない状態に多分陥るねん。でミユの中で結構その工場のバイトが結構息抜きではあるねんな。でそれはなんでかというと、because、英語で言うと because です。ちょっと英語並んでこうと思ってて、 because because 嬉しいことよ。そのなんかミユちゃんミユちゃんとか言って、ミユを知ってくれるのはほんまに嬉しいことやし、そう何て言うの、ビッグになりたい。ミユの言うはビッグになることなんだけど、ビッグになるって言ったからこういう活動を始めた。だんだんなんかまだまだ言うや、その駆け上がりの途中でしかないんやけど、あれやねん、なんかやっぱそういうことばっかりしてると、しかもやっぱ携帯とか画面とか SNS ってほんまにやっぱ最近の若い子には、最近の若い子めっちゃ22歳で最近の子ねんけど、やっぱ携帯とかが普及しすぎてやっぱデジタルの世界すぎるねんな。でもやっぱそういう工場のバイトとかって、ミユほんま高校の時から行ってるから、別に何者でもなくて、ミユちゃんみたいな、なんかもうほんま昔から可愛がってくれてるから、ほんま7年もおるし、ほんで仲いい おっちゃんとかもめっちゃおるから、息抜きができる場所やねんバイトが伝わるそうだからなんかやっぱ今でも何やかんや続けていけてるし、でまあ週2とかその他に休み欲しい、休みとかまあ行きやんくなった時に、まあ、休み取らせてくれて行かせていただけてるから、まあミユもバイト行けてるなみたいな感じのとこであるから、ほんまにありがとうございますって感じなんやけど、っていう感じで、まあミユは全然バイト続けてて、そうでもほんまにおもろいな、この感じで工場バイトしてるからよ、ほんまにおもろいやろ。でもな、ちょっとな、工場バイトって言って工場でバイトしたことない人は分からへんと思うで、それはいろんな全部の仕事や、全部の仕事やってみやな、そのしんどさって分からへんと思うねんけど、これほんま典型的な話が、典型的もう証明されてる話があって、ミユのその今行ってる工場、ちょほんま話し出したら止まらんな、工場の話だけど話し出したら止まらんねんけど、ミユの今行ってる工場のところほんまにもう地元すぎるねん。だからここのバイトしてんねんって名前言ったら、えみたいな、そこなんみたいな、知っとるでみたいな名前やねん。和歌山で言ったらな、和歌山で言ったらっていうか、和歌山の人やったら結構知っとって、ほんでこの前初めて会った友達の友達と喋ったんやけど、男の子やったんやけど、その子いろいろそういう人生話しとって、ほんでなんかミユ工場でバイトしとってみたいな、えみたいな、どこでみたいな言われて、あそこみたいな言ったら、え自分もそこでバイトしてたみたいな、えちょっと待って、そこのバイトで、え、楽しんで行ってるって言ったみたいな言われて、え、そう、そこの、今のあそこのバイトがほんまに楽しくてやばいみたいな、結構息抜きみたいな、結構趣味って言ってたら、え、みたいな、その子はほんまにバイト行って2回目ぐらいで辞めたらしくて、でもほんまに、あの、稀な話じゃないで、ミユの今行ってる工場、普通に続く人はほんまに何十年とか続いてるんやけど、辞める人は2回、なんかほんまだから、ミユもそのバイトそんな行けてないから、なんか初めて会った人に、初めまして、で、まあ、この人もすぐ辞めちゃうやろな、みたいな思ってたら、ほんま次行ったらもうおらへんみたいな感じやからさ、ほんま1回2回で結構やめちゃうバイトやねん。で続いても1週間とかやから、結構なんか過酷ではないけど、会う人会わへん人が結構分かれちゃうねん。やっぱで工場のバイトって結構それが多いんかもしれんけど、そのこの前会った友達に、しかも男の子よ、男の子とかってやっぱさ筋肉とか全然あるからさ、女の子に比べて続くと思うやん。その筋肉とかの話じゃないねん、やっぱりその工場やから、なんていうの、閉鎖的っていうか箱に入ってしまう感じがあるねん。みゆそこでしかバイトしたことないんですよ。みゆ唯一だからもうバイトはそこしかしたことない。だからこれは決めてる、自分の中で。みゆはバイト辞めるときはもうそういう時、そこから他のバイトすることは絶対ないから、もう人生の中でバイトしたことあるのはあそこの工場一択っていう、一個だけっていうのが自分の中での結構プライドではありまして。でもさっきも話の途中 で言ってたかもしれないけど、やっぱりそのミユって、やっぱミユだけじゃなくても、やっぱ最近のことほんま携帯やんか、いいことかもやけど、やっぱそのデジタルすぎたら携帯ってなっちゃうと、なんか嫌っていうか、やっぱあんまよろしくないやん、体とか的にも。だからバイト行ってる時って、あ、まあバイトしかも5時間しか行けてないんですけど、ほんま5時間の週に、うん、ほんで行けてない時ある、ほんまやめとけって感じだけど5時間だけでも、そうなんていうの、携帯が絶対
対その触る時間がないね、忙しすぎてバイトも。だからほんま忙しいから、ほんまにすごい忙しいからよ、携帯を触らないという状況がほんまにミュウの中では嬉しい。だからミュウバイト行くとき携帯持ってかへんときとか全然ある。家に置いてくときとかある。ほんでなんか自分がバイト行っててってか自分の人って好きなところがあって、やっぱまあこういう川端ミュウとして活動させていただいたら、それこそ撮影とかいろんなとこに行かせていただいて、すごい方とかとお話しさせていただいてとか、すごいお仕事させていただいてとか、いっぱいいろいろやらせていただいてみたいな、川端ミュウとその工場でバイトしてるミュウ、川端ミュウがギャップでし、なんかどっちももちろんあのこの感じで全然行ってるから、全然あのこんな感じよ、バイトでもこんな感じやんけど、ギャップが自分の中ですっごい好きやねん。面白くない？だってさ、そんなさ、なんか撮影の時とかやってカメラいっぱいさ、カシャカシャカシャとかいろいろなんかいろいろやっていただいてさ、なんかすっごいやらせていただいてるのにさ、バイトの時こうやってなんか荷物運んでるのがすっごいギャップで好きで、工場のバイトからしたらミユがなんかもう何者であろうが、どんだけなんかすごい仕事とかやろうが関係ないやんか、わかる？なんか別に工場に行けばどんだけ荷物を運んでくれたり仕事できるかが必要とされる関係感じやんか。 それがすごい面白いね、ミュウの中で。そのギャップ自分いいよなって思える一つの魅力やね、ミュウの中でな。バイト行く時のメイクは別にあのミュウほんまに高校の時のあのピークの顔面、あちょっと待ってミュウこれねめっちゃ好きな和歌山のジョインジュース、これちょピント、ミュウにピントがいらんから今こっちピントください。このジュースめっちゃ好きで、あここでバイトしてるわけじゃないですよ、この工場でバイトしてるわけじゃないんですけど違うんですけど、これめっちゃ好きで、このジョインジュース、ミュウだからオレンジジュースこだわりすごいねんけど、このジョインジュースしか飲めやんことはないよ。けどもこれがもう一番、もうナンバーワンじゃない、オンリーワン、比べ物にならんぐらい一番好き。あ、そう、メイクは基本的になんか何でもは良くないかもしれんけど、ミュウ高校の時からバイト行ってるやんか。で高校の時って今の時のミュウのメイク比べ物にならんぐらいすごいメイクしとってん。でもう何も言われたことないし、メイクは別にこのメイクしとってミュウほんま害ないからさ、別に人に迷惑かけてるわけじゃないしさ。え、でもほんまにちょっと働き方改革みたいなやつでさ、そのなんかこういうメイクしたらダメですってかさ、そらあるで、そのなんかいろいろわかんねん、あかんシーンあんのはわかんねん、 TPO わかんねんけど別にその人に迷惑かけやん範囲やったらさ、別に自分のさ好きなスタイルでお仕事をさせていただきたいなって思いますやん。まあでもミユ別にこのメイクがめっちゃ好きよ、好きやけど、なんかこれじゃないと絶対外出られへんとかはないけど、なんていうのな、ミユバイト行く時は昔やったらフルメイクバッチリやってたんよ、バイト行く時だけでも。けどフルメイク頑張ってやったとて、そのなんていうのな、別にアイシャドウもったいないみたいな思い出して、だからもう最近は赤丸とかもなく、でも撮影終わりにバイト行く時とかたまにあんねんな、その時とかはフルメイクしてるから赤丸のまま行くけど、そのバイト行くだけの日やったらもうミユ最近アイラインしか引かへん、楽しみになってきた。もうだからさ、2週間もバイト行ってなかったらさ、なんかやっぱ明日バイト行けるみたいな、なんか楽しみになってくんねん、動きたくなってくんねん、そうなんかうずうずしてくんねんな、逆にバイト行くのそんな楽しみけって言われるんやけど、うん、まあ楽しみよね、結構ほんまに楽しみ、早く行きたいってかさ、言わしてちょっと思い出したけどさ、ほんまにミユってそのこういう活動してますとかわざわざあんま言わへんねん、聞かれた言うけど、そのバイト先とかってさ別にその言わんやん、そんな今までずっとおるバイトやのにさ、わざわざ YouTube 活動始めましたとかこういう活動してますとかミュー言ったことないよ、ほんまに自分から。けどほんまそう、知られあれ、まあ嬉しいことにかもやけど、知ってくださっとって。でもミュー、あんまりそのなんだよな、別に言ってくれるのは嬉しいけど、そのなんかめっちゃチヤホヤされるのがめっちゃ好きなタイプでもないよ。なんかミューちゃんすごいんやってってか言われても、なんかいや別にすごくないしとか思っちゃうタイプなの、ちょっとめんどくさいタイプだけどそうそうそう、だけどなんかまあそうやって言ってくれたら嬉しいよ、もちろん。その昔からおるバイトの人はミュウのことを、だって別にミュウって知ってるやんか。けど若めの人とかもたまに新しく入ってくるねんな。ほんでなんかすいませんみたいな感じで女の人に声かけられてとか、一緒にバイトしとってなんか言われて、え何と思って、この前なんかインスタ見てたらなんか川端さん流れてきてって言われて、あーミュウですねつって、えですよねみたいな、もうなんかびっくりして、えそのバイトにおるバイトの名前にええのこうやんって思ってみたい。でも絶対もうミユこの感じやから絶対ミユってわかるやんか。で絶対川端さんやと思ってみたい。いやまあそうなんですけどみたいなとか、なんかまあインスタバージョンと、まあ YouTube バージョン、 TikTok バージョンもあって、この前 YouTube 見てたら YouTube に川端さんに似てる人出てきたと思ったんですけどみたいな、あミユですミユですつって、それこそ地元の友達とかにさ久々会うやんか。ほんで友達とかね、なんかまあそういう最近の話とかするとするやん。でまだミユバイト行っとんよみたいな言ったら、えみたいな、ミユまだ行ってん
のみたいな、もうやめていいやろみたいな言われるんだけど、そやねんけど、今までさっき喋ってた話を、楽しいねんって、結構息抜きやねんって、まあそうなんだよ。あんたが息抜きできてんねんたら、まあ別にな、ええけどって言われて、いや、そやねん、みゆ結構楽しんでいってんねんって。って感じで、こんな感じで、まあ仕上がりましたとさ、って感じですかね。だから最近はほんまにバイト行く時だけやったら、全然アイラインこれだけで行きます。で、だから皆さん、ぜひこの動画は、バイト行く前とかお仕事行く前、ちょっとだるいな、みたいな、まあ、そういうもんじゃないですか。お仕事とかバイト行く前で結構だるいっていうか、まあ、ちょっと憂鬱な気持ちになっちゃうかもしれませんが、楽しんでいきましょう。楽しんでいきやんかもやけど、なんかみゆ、いやって思って行きたくないんよ。バイトも嫌。まあでも正直、たまにめんどくさいなって思う時あれで。昨日なんか自分の時間使ってんのに、いやって思って行きたくないねん。だから、楽しい方法を見つける。楽しいことを見つけながらバイトとかお仕事するみゆは。やっぱ楽しさなかったらさ、楽しさってか、まあ、楽しいばっかりじゃ無理やけど、ちょっとなんか楽しいを自分の中で見つける。なんかさ、この職場行きたくないとかさ、こんなんやりたくないとか言ってたらさ、なんかもったいなくねとか思っちゃうね、みゆは。だから、どんな仕事でも自分が選んで行ったことやし、みゆのこの本業というか、まあ、川端みゆの活動はもちろんやりたいこと、夢があってやらせていただいてることやから、弱音は吐いてられませんし、まあ、たまには吐きたい時もありますけど。けど、まあ、それはさ、もう自分の頑張り次第でもう頑張るしかないやんか。頑張るしかってか、もう頑張るやんか。でも、工場とかそういうなんかバイトとかってさ、そういうのってなんかもう、いやとか思ってたら、もう嫌やんか。だから、ちょっとでもなんか楽しいをね、やっぱ見出したよねってみゆは思っちゃうよね。まあ、ちょっとなんか自分から挨拶してみようとか、なんかそういうさ、ことって大切やんか。なんかやっぱ嫌な気持ちでさ、なんかもう今日バイトだる、仕事だる、みたいな。じゃなくて、自分からちょっとでも、おはようございますって感じでやってたらさ、なんか気分って楽しくなってくるもんなんやなってみゆは思うから、だから挨拶って大事やなって。最初何の話って感じやけど、やっぱ自分からおはようございますって言うことってすごい大事やなって思います。あ、ちょっと待って、もうこれちょっと最後喋りたい。負けず嫌いやん。負けず嫌いっていうか、ちょっと負けず嫌いがあって、でなんかバイトって、細かく説明しすぎたらちょっとどこのバイトか特定されるかあんま言わんとくけど、別に特定されてもいいやけど、まあ、内緒。まあ、ちょっとね、まあ、プライベートの話ですわ。ほんで、なんつったらいいの、まあ、レーンがあるねん。レーン。ほんで、隣より早くやりたいとか、なんか一番に終わらしたいっていう、一番に自分のコースが終わらしたいっていうのがやっぱ自分の中ですっごいあるから、やっぱ、一番で、荷物が入れ替わった時。じゃ、めっちゃ業界すぎる。ちょっと、業界楽しみすぎてる。工場の業界楽しみすぎてんだけど。だから、一番で、荷物が入れ替わった時のもう、達成感やばい、ね。荷物入れ替わって、で、みゆ、バイト5時間だけなんけど、その5時間で、ちょうど入れ替わって自分が、のコースが一番で、バイトから帰る時もすっごい、すごいなんか優越感っていう、なんか、そこのバイトでしか感じれ合う、なんか、達成感がすごくて、もうなんかその達成感もやばいね。なんかめっちゃ工場バイト楽しんでるやつやんな。楽しんでるやつやねんけど、よし、今日は一番に追われた。みたいな。その自分一人でやってるんじゃないの。一つのコースに、まあ、5人ぐらい。まあ、その5人とみんなでやるんやけど、でも自分がもう一番早くやって、もう一番荷物をパンってやってるから荷物、商品をよく破損とかしないけど、すいません。それはすいませんやけど、もう早くパンってやって、バーンってなるのがすごい好きです。なんか結構そういうのが楽しいってか、なんか結構達成感ではあるんですけど、今日もとりあえずこの後5時間だけバイト頑張って行ってきます。すごい楽しみになってきた。ありがとうございました。で、ぜひ皆さん、みゆのバイトについて気になることとかまだまだいろいろあって、ぜひ全然コメントしてください。ありがとうございました。時間ですわ。本日はちょっと髪の毛だけやって、服着替えて、服は、またその時の動画撮るか、服は、普通に全然パーカー、冷蔵庫の中やからパーカー着て、ヒートテック着てって感じでございます。ありがとうございました。本日は早速動画締めていきたいと思います。はい、って感じで今日の動画が面白かったな、良かったな、参考になったな、とかいろいろ思ったら、ぜひチャンネル登録とインスタグラムの TikTok のフォローもお待ちで、ぜひよろしくお願いいたします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。